今から一つの質問をします。あなたならどうするかをイメージし、4つの選択肢から直感で選んでみてください。回答時間は10秒です。それでは早速始めてみましょう。ゴミを出しに走ったものの、収集車は行った後、次の回収日まであなたはそのゴミをどうしておきますか？A. 玄関先に置いておく。 B. どこかに隠しておく。 C. 部屋の隅に置いておく。 D. どこかに捨てに行く。ゴミは捨てるべきものであり、心理学的にはコンプレックスを象徴するものです。今回はそれをどう扱うかで、あなたのダメ男度、ダメ女度を探ってみましょう。A の玄関先に置いておくを選んだあなたは、ダメ男、ダメ女度 30% です。玄関は家と社会との接点。そこに堂々とゴミを置いたあなたは、少々だらしなくは見えるものの、コンプレックスを恥ずかしがらず向き合うタイプです。本来捨てるべき場所の近くに置いたのも、コソコソしている弱いダメ男、ダメ女とは正反対でしょう。 B のどこかに隠しておくを選んだあなたは、ダメ男、ダメ女度 50% です。ゴミを隠すのは、コンプレックスを隠そうとする姿勢の表れです。あなたは自分のダメなところを認められたくない優等生タイプです。自分自身もダメな自分は認めたくない人みたい。理想の自分を演じていられる間はいいけれど、反動に注意してくださいね。C の部屋の隅に置いておくを選んだあなたは、ダメ男、ダメ女度 70% です。部屋は住人のもう一つの顔を象徴するもの。その部屋にゴミを置いたあなたは、コンプレックスと同居している人かもしれません。つまりは、これも自分とダメなところも受け入れ、直す気のない開き直りタイプです。ダメなところはそのまま個性にしてしまいましょう。D のどこかに捨てに行くを選んだあなたは、ダメ男、ダメ女度 90% です。一見行動的で改善に動くタイプに見えるものの、出せなかったことへの反省により、嫌なものは捨て去る人。よそのエリアに捨てるルール違反や迷惑も顧みず、無意識に周囲をも巻き込んでしまいそうです。ダメ男、ダメ女になる恐れが十分にあります。